岡県久留米市にある福岡酸素株式会社。100年を超える歴史を誇ります。設立は医療の現場に酸素を届けるため。吸入用酸素ですね。よくよく病院で見るあの口につけたやつなんですけども、基本的にあのウイルスというのはやっぱりその肺に全てが入っていくものですから、やはりその肺の組成にはやはり酸素以外ないと。やはり血中の酸素濃度を上げることによってその栄養分を回していくと。技術者を吸収の中からえりすぐり、文献を見ていきながら手探りで約1年かけてその液体酸素を作る技術に到達したと。その後、窒素や笑気ガスなど医療現場に欠かせないガスの製造を始めます。さらに第二次大戦後は暮らしの変化に対応しプロパンガスの販売を手掛けました。まあ、その頃はその薪、石炭が主流でしたけれども、いい生活をしてもらいたいと。近年プロパンガスは災害面からも近隣のエネルギーステーションとして注目を集めています。電気とガスはやっぱりいくらで2ヶ月かかってますけども、 LP ガスの場合は常温で5気圧の圧力をかけると液体になるものですから、一般の丸い容器で持ってこられると、貯蔵で持ってこられるという非常に大きな利点がございます。創業から100年、今力を注ぐのが水素。水素自動車の燃料だけでなく地域のエネルギー拠点としての活用を考えています。これゆくゆくはですね、家庭とか農業とか産業用の発電、充電、そういった機器が関わっていくと思うんですね。そうなってくると、もう各家庭で各企業でエネルギーの給配ができるという時代が間違いなく来ると思っております。人々の命を救う目的で設立した福岡酸素株式会社。100年を経て地球温暖化を考え、未来のエネルギーを模索する企業へと進化しています。エネルギーというのは人が生活していく以上は必ず必要なものでございます。弊社はそれをしっかり捉えながらいろんな変化についていくと。まさしくもう101年目からまたスタートです。新たなですね。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。